菊池海荘は、幕末奇襲の合唱、監視人、解剖論者、須原柿内家出身、江戸新泉町で佐藤富弥河や孫合材門店を経営しながら、大久保支物、柳川西岸に監修を学び、湯浅小壁芸者で活動した。伝報の大飢饉では、公共事業を行って、休眠を救済し、奇襲藩地市に取り立てられ、農兵裏組を編成するなど、 国事に関与した。菊地海藻肖像、岩瀬義高内、本マサル蔵、像、完成11年9月25日木の国有田郡、須原村に、豪商柿内家臣家、柿内丹西の次男として生まれた。幼名は駒次郎。文化八年父に従い、江戸に出て、餅店の広瀬道家町や孫材門店に勤務した。同店は、江戸佐藤丼屋仲間の筆頭に位置し、 大阪堺筋から主に、天み大島山黒座糖、本土山白社糖を仕入れ、江戸の砂糖を卸商、氷商、菓子商等に販売した。決起盛んで、剣術、創術を好んだため、これを抑えるため父の命で、大久保私物に監視を学んだ。別に書道を学び、霊商を得意とした。文政5年7月3日父阿波さが死去すると、家業は、番頭、 服部吉兵衛に任せ、文芸に興じた。湯浅浦南に結成された、古壁銀社に参加し、名手柿内を乗れ山の死後これを継承した。高下2年7月石田霊雲から館長園を、借り入れ、龍草原、両沖な日並み、の、島戸とこうした。文政8年3月13日兄、柿内玄蔵と藩に呼び出され、たびたび上納していた。 廟賀金の見返りに、廟字建て脇を許された。同年12月にも会計方から献金を命じられ、文政9年2月20日1200両を勘当し、半御用達を名乗った。天保7年天保の大起饉が起こると、大塩平八郎からの決起への参加要請を断り、天保8年、須原坂、田坂の集築、天保9年由良港の荒れ地開墾を行い、 旧民を雇用して、高賃金を支給した。この功績により、藩からは5人ぶを給され、天保10年9月致し、天保11年11月独礼格となり、天保14年12月10人淵、後に20人ぶとなった。天保を、カエゴロ、藩南土方に接触して、修税帳簿を検閲し、須原ラ東産家村の森取米無事やらを減税させたという。 一方、家業は、文政12年家事で被災した前後から、億天勘定で、赤字が続き、天保4年日垣改選一方赤令による、損改善使用禁止、天保12年期延令による売掛金欠損に、加え、上記事業に1万両以上を出費したため、財政は悪化の一途をたどった。天保10年老後身寄りのなかった剣術の死、大見八幡出身。 野田正助将吉を気候の良い奇襲に迎え、夕朝に稽古場を創設したが、天保十三年死没した。また、ミッ出身、倉田七郎住人を招平した。海英二年最悪により、精神を病み、死を作れなくなり、海英三年八月回復した後も、施策の勘は戻らなかった。海英三年二月半に、解剖権議を上書して、解剖の必要性を訴えたところ、 同年有田軍、日高軍文部総裁に任命され、官営年間創設、文化8年3月再興された、農兵組織裏組の増強にあたり、湯浅村王将や、和美聖七と協力し、両軍から成人男子3000人を挑発し、月数回武術の訓練を行った。江戸では、佐久間正山に、解剖、宝術を学び、同郷、浜口五両を正山に引き合わせた。 カエ六6年黒船来航を受けて、12月、和美ミ七と古道を収集して、カエ七7年乱下法1門、六風土法3門を、鋳造し、2月15日泉国山戸川で演習し、広村天皇の浜、湯浅村、須原村、三島村に設置した。安政元年9月16日ロシア船が宮崎の花を通過した際には、裏組も大砲を持って出動した。 慶応元年9月外国条約直挙に伴い、裏組は解散した。文久3年1月友ヶ島巡検中の抜閣、小笠原おさゆき、かつ海州に自宅を訪問され、政務について検索した。慶応元年5月藩主、徳川持継が、第二次徴収征伐総督を命じられると、これを断るよう権限したが、聞き入れられなかった。明治元年。 大原茂徳を通じて朝廷に、風紀論、租税編、貿易法を検上したところ、12月茂徳より、状況を促され、木山白帝に登留し、本法寺で藩主に会見し、茂徳に、キリスト教について、意見を述べ、長州藩士、広沢氷助の招きで、年額数査定で、同藩主にも会見した。明治2年2月15日大藩制が廃止され、 湯浅道庁に、有田軍民政局が置かれると、苦弱の末石、有田軍民政副地局時に任命され、山下道信による農兵のプロシア式長連、教学書の開校、養産業、製茶業の奨励等を手掛け、8月辞任した。明治5年9月教部省から昇兵を受けるも、高齢を理由に断り、須原の屋敷に隠居して、施策に強じた。 1875年、室戸氏族に列した。1879年5月、須原の屋敷等を、番頭、川内家兵に託して、一家で東京に移住し、三条、耳、岩倉と美に艦隊を受けたが、国事には関わらなかった。同年12月23日三条耳に、別邸大貨もめそうに招かれた際、政治のことを聞かれると、春前人は、うぐいす花の色を、 セリフ、雪矢と誰か小白の心を自賛。と読んで返答を断った。家業は幕末の通貨問題による金貨高等、慶応以降外国等の流入等で打撃を受け、1880年廃業した。1881年1月16日浅草区、須賀町の自宅で病没し、谷中天皇寺墓地に葬られた。 1917年11月17日生後位を追蔵された。地元では死後も海藻さんとして慕われ、1930年5月死没50周年を記念して、須原瀬昔小寺に海藻、菊池沖内渋みが混流された。1940年12月1日住みか、河村須原あかなか820番地の旧宅市。 同818番1号の激剣道場氏が、和歌山県史跡に指定された。旧宅跡は、昭和32年指定解除された後も現存し、日頃奉仕していた、鹿島祠や、石田霊宮元と、吉野山の南朝史跡を訪れ桜の苗木を移植したことを記した、万円元年混流の方海碑が残る。大久保史物と、初めて対面した際、折梅蔵人の代を与えられ、 笑い、造工難波ないし鉄性ため骨玉ため肌、と読み、才能を保証された。私物には当時流行していた創始を学んだものの、来三用に、自習衆参老衆を酷評されたため、西名白谷の勧めで、柳川西岸に指示し、ついに、木生ける山中での詩を、来三用に絶賛されたという。実際に詩集を見ると、初期には、 成功で理屈的な創始の傾向が見られるものの、多い陸友の死を学んだ結果、文政9年28歳頃から、投資の平坦さが見られるようになり、37歳頃、新因派の境地に達している。硬化2年47歳頃には、理白、土方模範として、拡張派を得得し、硬化4年49歳頃以降、新因派と拡張派の折衷を完成させた。 南朝古木左官避南朝の古木、寒避に刺さる六百春秋一無、日六百の春秋、一無日なり、幾度門天天不当幾度か天に問えども、天は答えず、金剛三家グレクも木金剛、山下、グレクも帰る、河内路上河内国金剛三六に南朝片武将、楠木正しの遺跡を訪れて読んだし、初晴炎浮き初めて晴れて、 微月浮かぶ西大寺藩緑品島西大寺藩緑品の須春を上張り春長藩春う影に登りて春長ゆるやかなり高はじめやき心細舟好んであきを乗せて細舟を進む浅浦市岩佐海岸の風俗を読んだ畜詩詩天文21年柿内武行が起こした須原柿内家の一族本家第五代重信四尾柿内誠斎が神経を起こし 天明二年第八代、柿内茂康が、江戸新泉町に河内山子い門店を開業した。ありがとうございます。